柴田町の住宅でこの家に住む男性が何者かに殺害された事件は今日で発生から1週間です。犯人は捕まっておらず、警察で男性の交友関係などを調べ捜査を進めています。柴田町で男性が殺害された事件から今日で1週間です。現場近くには未だ規制線が張られ、今日も現場検証が行われています。この事件は今月17日朝、柴田町西船場様の住宅の玄関先で、この家に住む会社員村上隆一さんが殺害されているのが見つかったものです。右の中、右の膝から下が全部血だらけと、玄関が1メートル四方全部血だらけになってました。死因は右側の腰を刃物で刺されたことによる失血死でした。事件から1週間経った今も犯人は逮捕されておらず、周辺の住民の間には不安が広がっています。犯人早く捕まれてくれればいいのにと思ってんのね。怖いことは怖いからね、ちゃんと鍵をかけてね、全部ね。孫が小学校とか中学校で通ってる道路のそばなんで、はい、やっぱりその自分自身というよりはそういう孫とかね、そっちの方に対して何かあったらなっていう、そういう不安感はあります。警察によりますと、村上さんは17日未明に親族と会い、その数十分から数時間後に玄関先で殺害されたとみられています。現場から凶器は見つかっていません。また村上さんの周囲でトラブルなどは確認されていません。お優しそうなお父さんでしたよ。なんか恨まれるかどうかっていうと、ちょっとそういうことはないんじゃないかと思います。警察によりますと、これまでに住宅の窓ガラスが割られるなど、何者かが外部から侵入した形跡はないということです。また室内が物色された形跡も見つかっていないことから、物取りではなく村上さんを狙った犯行の可能性があるとみられています。村上さんは以前こちらにあった住宅に住んでいましたが、その家は火事で全焼し、今は更地になっています。村上さんは以前、母と姉とともに大河原町の住宅に住んでいましたが、今年2月の火事でその住宅が全焼。その後、およそ 2.5 キロ離れた事件現場の住宅に村上さん一人で引っ越してきました。この火事の出火原因について、こぼれたガソリンが気化し、線香の火が引火した可能性があると、大河原町が議会に報告していたことが分かっています。ガソリンが気化して、それが仏壇の線香に引火したっていうのはちょっと日常では考えられないので、不思議な火事だなというふうには印象を受けてました。警察ではこの火事の事件性については現在捜査を進めていて、殺人事件との関連は不明としています。警察では現場に落ちていた村上さんのスマートフォンの履歴などを解析するとともに、村上さんの交友関係などを調べ捜査を進めています。